同志社大学全学部の英語やっていきましょう。総研と違って中が多い出てきている表現たちを紹介していきたいと思います。で、次なんかめっちゃむずいじゃん。やっぱ前置詞はきついね。共通テストのさ、追試の長文と被ってんだよね。やっぱ似たようなポイントをね、出題されるんですよ。ほうで始まりました。もちゃちチャンネルです。さあ、今回は、同志社大学全学部の英語やっていきましょう。はい、文系の方ですね。やっぱりね、同志社が一つ頭抜けてるって感じですね。カンカン同立、動画にしてない問題も解いてるんですけど、やっぱ違うよね。同志社だけ一つ頭抜けてるって感じです。もちろん、総研に比べたら優しいですよ、全然。でもやっぱ他のカンカン立と比べたら、全然同立じゃない。同じところに立ってないという感じだったと思います。結構やっぱね、知識の問題が高いし、文章のレベルが高いんだよね。ただ総研と違って中が多い、難しいレベルのことだなって思ったら中がついてます。なんで、まあだから文章のレベルだったら総研レベルですよとかって言われることはあるんですけど、中がついているのでそのレベルにはまあならないって感じかな。まあニューヨークタイムズだったしね、今回ね、2個目のやつなんかは。だ、出てる表現自体はかなり難しいですよ。出てきている表現たちを紹介していきたいと思います。ぜひね、これ総研受ける人もね、出てきますから役立ててください。で、まず最初が前置詞入れる問題ですね。 get がで、the habit of ing の形です。これ get in the habit of ing です。こういう風なね、習慣になるっていうので、まあ be in the habit of っていうのでも使うんですけど、これどっかのね、英作文で使ったな。問題に、はい、出てましたけど、難しいかな。で、次が with no end in mindという風に with プラス名詞プラスアルファの分子構文のね、形で出ていますね。これ理系の方にも出てたかな、確か。 with プラス名詞プラスアルファは他のとこでも見たな。で、次なんかめっちゃむずいじゃん。 by the same token ね、こうさらにとか同じ理由でとかっていうやつですね。これは知らないでしょう、多くの人は。いや、かなり難しい前置詞問題だと思いますよ。 deliberate、 はい、これはよく出てきますね。 deliberately とかっていう副詞で出てきて、意図的にとかってやつ。え、次は proactive ですね。はい、これも出てくることあります総研でもね。エナジェリックですね。アクティブなんですもん、だってニキビの薬で有名だよね。で、次がウンディング。あ、まあこれ簡単ですね。ウンドですから傷つけるんだから、ハートですね。似たようなスペルを引っ掛けによく出すね、このワインドとかさ。次、resolve ですね。これ解決するだけじゃなくて決心するって意味もあるからね。ほら、New Year's Resolutions とかって言ったりしますよね。ニューイヤーでやるんだっていうね、決心ね。なんで determine、 決めるってやつ。で、次は prevalent。これもよく出てきますね。prevail ですから、こう広がるわけじゃないですか。widespread が正解。detrimental。これもよく出ますね。まあ、総計だったら絶対しとかなきゃいけない。detrimental effect とかね。そういう悪影響とか。まあ、今回はちゃんと A は B で E のと並んでるから、わかんなくても harmful は選べるかなってやつね。次が imperative ですね。命令形とか命令法とかにも使うんですけど、もう欠かせない、絶対。essential の意味ですね。it is imperative that SV 原型とかもありますからね、実はね。で、次が underscore。あ、これね、出ることあります、総計だと。underline の意味です。下に線を引くってことは強調するじゃないですか。だから emphasize っていうのは、これね、強調するって単語結構出るんですよ、総計。次が composite は、こうくっつけてるやつね。だからブレンディってことです。リバレッジめっちゃ出るね、これ。もう何回出てんの？はい、テコの原理、影響とか、力をこうね、使う、作用するとかっていうやつで、utilize ですよね。utilize も使う、use の硬い版と覚えておいてください。レベルの高い単語多いじゃないですか。いいですね。はい、続いて1回。humans are hardwired to measure。この hardwired めっちゃ重要じゃないですか。もうこれが何回も出てますよ、総研でも。ね、もうワイヤーでこう固く結ばれてるみたいなね。そういうイメージを持っておくと覚えやすいです。で、はい、biologically なんですね。で、tend to measure、はい、ね、測るって。まあ、人と人と比べるっていう、そういう話でしたね。catch yourself counting ですね。はい、catch 人 ing。なんかしてるの、これ、掴むとかさ、捕まえるみたいなさ、ああいうやつですね。だから気がつくっていうのさえ分かれば、まあ、suddenly が分かんなくて、realize いけるでしょうね。realize that you have been counting ですね。次が hook onto making yourself somebody else。まあ、hook onto が分かんなくても、自分を他人にしちゃってるってことで、become identical to another person っていうのは分かりますね。なんとかと同じである、 identical ね。はい、続いて、空所埋めて並べ替える問題。comparison can also 人 to do ですから、この形を取れるので inspire がまず選べる。 inspire people to inspire the next Hitachi で inspire させて people to do ですから、人々をこうする方に向かうと。で、 action 対象がいいのは take ですから、 take 何々 action で形容詞挟むので、 slow action じゃダメでしょうね。 take concrete action、 具体的な行動を取ると。 do better
themselves ですね。はい、better 動詞で使ってますね。より良くすると自分たちを。はい、ただまあ、ね、入れなきゃいけないのはあとうなんで、それでいけるでしょう。なんかね、名詞とかをね、選択肢に入れとけばもっと難しくできるのにね、この better が形容詞だと勘違いして名詞入れちゃうとかね。はい、続いて、それぞれのトピック。まあ、これは簡単でしたね。4つのストラテジーですね。そう、みんなね、他の人と比べてモチベーションが下がって、そうした時どうすればいいのかっていうんだけど、サブタイトル的なもんなんで簡単ですね。最初は、similarity ですね。似てるところを探しなさい。他人との違いばっかりに目を活かせるんじゃないっていうね。これ役立つよね、皆さんの今のね、気持ちにも。で、次が、自分のゴールス。自分の目標を立てなさい。そして、establish collaborative norms ですね。はい、そう。一緒にやるんだっていうのね。チームメイツの話がね、出てましたよね。最後が、don't look to just one person。一人よりも多い方がいいみたいなね。そういう話が書いてあったよね。なんで、これは非常に簡単だったと思いますね。そして、最後が、6つの中から2つ選ぶ問題。まあ、これは3、6はすぐいけたんじゃないかな。そう、完全にはね、人とね、比べるという衝動から、全く抜け出ることなんてできない。で、ポジティブリーに比べることだってね、できるんだっていう話は、まあ、最後の段落とかぴったりだよね。きっかけもそんなに難しくなかったかなという印象です。まあ、単語のレベルは高いけど、取れてほしいかなって、まあ、ちょっと前置詞問題が難しかったかなっていう印象ね。はい、次の問題ですね。次は遺伝的な話でよくあるやつですね。ちょっとまあ理系チックな内容なんで、文系の皆さんにはちょっと大変だったかもしれないんですが、これよくある内容なんですよ。ポーチによってさ、牙っていう、これ象牙が取られていっちゃうから、結局象牙のないやつがいっぱい生き残っていくわけですね。象牙を取られないから生き残る確率が高くなるから、だから象牙のないやつがたくさん後世に残ってしまうっていう現象ね。悲しい自然淘汰ですよ。自然じゃないよね。まあ人工的に人間が狩るからなんだけどね。はい、まずは前置詞問題。Be at play ですね。はい、まあこれを知っていれば簡単だけどね。知らないとむずいね。やっぱ前置詞はきついね。次の4は簡単ですね。It could take a long time for the frequency of this rate to drop to normal levels. ですから、It takes 時間 for to do の構文ですね。あ、似たのあったよね、この間の関西大学にも。やっぱ似たようなポイントをね、出題されるんですよ。はい、続いて E からいきましょう。spare ですね。はい、これサック。それによってセーブしてくれる。まあ、これはできる人多いんじゃないかな。セーブとね、spare のその第4文型のところで勉強する人多いですからね。続いて consequences。これ簡単な結果ですから、結果 effects。だから result だけじゃダメですよ。cause and effect とかって言うじゃないですか。massive。これも簡単ですね。巨大なですから huge。さっき打ち合わせしてた時に目の前に座ってるおじさんが被ってる帽子がヒュージってここにでっかくヒュージな字でヒュージって書いてある。あー、 U をどかして A にしたらハゲになるなとかって思いながら見てた。次、オッズ。はい、これよく出ますね。だからこれも好評動画でしょっちゅう出てきてるじゃんね。オッズですよ、オッズ。可能性ですから、チャンスです。シグネチャー、印っていう意味で出てましたんで、はい、マークが正解。アジーセント、はい、アジーセント、ネクスト、サロー。ですから、はい、ちょっとしてあるんですね。だからスライドが正解で、コンパウンデッド、これ良くないものがね、こうさらに良くなくなるとかっていう時に出てくるんで、はい、それがインクリースです。で、次です。 The decade spanning the war ですね。スパンってこの時間じゃないですか、ほら、ね、この間なんで、だから戦争の時なんで、 The decades over which the war continued ですね。はい、war が続いていたっていうのね。次は in order to compensate なんで、 in order to do を so that S can V の形に言い換える。ちゃんと文脈で見るしかないですね。 You can find an alternative way to survive が正解ですね。じゃあその象牙がないわけじゃないですか。 If you don't have this key tool, how do you have to adjust your behavior in order to compensate ですね。この象牙がない状態でどうやって生きていくんだってことですから2が正解。で、次は分かんないかな。come away thinking はちょっと難しいね。come away こういう風に思いながら去るっていう意味だよね。だこうだと結論付けるっていうのが正解3ですね。まあ文脈で見れば分かるんですけど、そうだと思うっていう意味ですかね、これ。はい、次。あから A に入るのは誰？ They also want to なんとか、動詞が当然入るので、まあフォーカスか learn に絞られるでしょ。で、まあただ読んでるからさ、文脈、no とかさ、そういうのの続きでできたから学ぶ learn だろうなっていうのは分かる。で、what か how かどっちなのって言って、like なの、unlike なのってことですから、はい、what life is like。taskless elephant ね。この象牙がないエレファント。life はどんなものなんだろうっていうとこですね。what と like を一緒に使うってやつです。
はい、続いて内容1は167。まあこれも該当箇所さえちゃんと見つければ大丈夫ですね。はい、和訳。Those few elephants without ivory are more likely to pass on their genes. そうですね。だから今まで話しているような少数の象牙がない象方が象牙がある象よりも遺伝子を後世に残す傾向があるのだっていうことですね。一応まあ more likely ついてるんでね、比較のように訳してくださいね。逆にしちゃダメですからね。ほとんどいないじゃないですからね。はい、続いて会話いきましょう。まあ会話はね、そこまで難しくなかったんじゃないかなと思いますね。最初がね10番だったんで、まあこの間ので立命館とは対極的ですよね。ガーデニングのプランで共通テストのさ、追試の長文と被ってんだよね。同じようなトピックでしたね。何を一緒に植えて、何を一緒に植えちゃダメか、敵になるからとか、その養分のね取り合いになっちゃうからとかっていうのが被ってる、同じだって思ったけど。はい、最初が What will you grow this year ですね。今年は何を育てるのって言って I haven't completely decided yet、 まだ決めてないって書いてあるから分かりやすい。でまあいろんなのやりたいよ。グローサリーストアに行くんじゃなくて、もう外に出て育てた野菜、外に出るか分かんないけど育てた野菜を取ってそれでサラダ食うとかって言ってたよ、ね、でそれが That does sound convenient ですね。それはいいね、便利そうだね。まああとは後ろに But it must be a lot of work to grow the vegetables っていう風に、まあネガティブなこと来てますからプラスなものが入るはずですね、バットの前に。で次 I don't think I would be good at growing a vegetable garden って言って I can't even keep my houseplants aliveね、そう家で育ててる植物すらちゃんとね育てらんないんだからね。 I always either forget to water them とかね、水あげの忘れちゃったりとか I water them too much ね、水をあげすぎとかって書いてたね。で次は Can you teach me some of your tricks ね、教えてって言ってるのに対して I'm still learning ってまだ学んでるんだけど But I'd happy to share what I know ですね、これ知ってるのをシェアしてあげる。そうシェアするとは言うことなんでね、共有するとは言うってことですからね。で次はコンパニオンプランティングっていうのの説明に行きます。だから何と何を一緒に育てるかってやつね。 How does it work? どうやってやるのみたいなね質問してます。 Some plants can help each other grow 一緒に育つんだけど Others compete for important resources、ね、そうリソースを取り合っちゃって、これはサムとアダーズの対比、これはできなきゃいけない。 Basil and tomatoes also taste great together、 ベーゾーとトマトっていうのは相性がいいわけですよ、さらに美味しいしねって言ってます。で最後が That would be greatWell, stop by anytime. いつでも寄ってねっていうね。まあ、visit yours っていうのがね、前に書いてあったから、これもヒントになるし。最初にまあ、10択全部見たんで、後ろの方に出てくるだろうなと思いましたね。stop by anytime って言ったら、もうなんかもう、最後のバイバイ的なとこかなと思ったんでね。はい。次、和文英訳ですね。植物のいろいろな育て方を学ぶのは興味深いけど、全然知らなくてもガーデニングは楽しめます。はい、だから楽しいよ。It is interesting.で、it to 構文で to learn about various ways 様々な方法、まあ本文中に a variety of 出てたんで a variety of を使ってもいいと思いますね。で、to grow plants、 まあもしくは way to do か way of ing ですから ways of growing っていう風にやってもいいですね。 grow は自動して使うの勉強してる人が多いですけど、植物だったら育てるっていう多動詞でも使うことができますね。で、まあバットでつないで、でガーデニングは楽しめる、だから you can enjoy gardening、 まあこれはもう単語使えばいい。で、even if you don't know all of them みたいな形ですね。まあ、この全部が ways を指しているということでした。はい、どうだったでしょうか？できましたか？やっぱり他のカンカン率よりも難しいかなと思いますね。まあ、総計にも役立つような知識あるし、まあ、中央ね、読まずにどれだけ読めるかっていうのでやってみると、総計志望の人にはいいかなと思いました。はい、よいしょ。ありがとうございました。Thank you for watching.